はい、こんにちは。バンクアカデミーの良平です。今日はこちらです。新しく始まった楽天ポイント利息って一体どんなサービスという方にお話ししていきます。突然飛び込んできたニュースなので気になる方も多いと思います。そんな方にこの動画では楽天ポイント利息の基礎知識や利用すべきかをまとめて解説します。楽天初心者の方向けにわかりやすくお話ししていきますので この動画が役に立ったと思ったらぜひいいねをお願いします。それでは早速見ていきましょう。ではこのパートで年0.1%の利息がもらえる楽天ポイント利息を徹底解説していきますが、先にこの動画の結論をお伝えします。 2021年10月よりスタートした楽天ポイント利息は、預けた通常ポイントに応じて年、年0.108%の利息がつく。預けたポイントが減ることはないが、期間限定ポイントは利用不可。1万ポイント預けたら、1年後に約10ポイントの獲得となるが、通常ポイントはそもそもあまり手に入らないので、大規模な利用は難しい。 通常ポイントをすぐに使う予定がなく、ポイント投資に回さず、堅実に増やしたい人であれば、検討する価値はあると思う。この結論をもとに、楽天ユーザー注目の楽天ポイント利息を丸ごと解説するので、ぜひ最後まで見てください。早速ですが、楽天ポイント利息という新サービスが誕生しました。 預けておくだけでポイントが増えるというキャッチコピーの通り、預けたポイントに応じて年0.108%の利息がつくサービスです。公式ホームページに載っていたこちらを読んでみると、毎月利息がつきます。月末までに預けたポイントに応じて毎月5日に利息がつきます。利率は年0.1%以上、100ポイントから気軽に始められます。利息の進定は1ポイント単位です。 発数は翌月の繰り越しとなり、1ポイント以上となった時点で認定されます。うん。預けたポイントに対し利息がついてポイントを増やせるサービスは、主要共通ポイントサービスでは初めての試みのようです。確かに共通ポイントは、楽天の他にも T ポイントなど、様々なサービスがありますが、このようなニュースは自分も初めて聞きました。じゃあ、楽天ポイント利息の詳細を見てみると、新サービス名、 楽天ポイント利息概要預け入れ期間とポイント数により所定の利率に応じて楽天ポイントを増やせるサービス対象のユーザー楽天 ID を持ち楽天ポイント確保通常ポイントを保有している楽天会員適用利率は年0.108%月0.009%利率の計算方法は毎月の末日で預け入れているポイントに対して 月0.009%のポイントを翌月5日に申呈。利用可能単位は100ポイント以上1ポイント単位。いろいろと書いてありますが、要するに1万ポイント預けたら1年後には約10ポイントがもらえるイメージでいいでしょう。利息となるポイントは毎月の月末に付与されますが、もし波数であっても翌月への繰り越しなので切り捨てはないという認識でいいと思います。 また、Q&A にも色々と載っていたので、主要な内容をピックアップしてみると、期間限定ポイントや提携サービスから交換した通常ポイントは、ポイント利息に追加できますかポイント利息に追加できるポイントは、通常ポイントのみです。また、通常ポイントでも、提携サービスから交換したポイントは、追加できませんので、ご注意ください。うん。期間限定ポイントは使えず、通常ポイントしか利用不可なので、 これは次に解説します。また、利息中ポイントは何ポイントから引き出すことができますか利息中ポイントとは、ポイント利息に預けている楽天ポイントと、それを元本にして増えたポイントのようですが、1ポイントから引き出しが可能です。利息中ポイントは減りますかポイント利息の利息中ポイントは減少することはありません。安心してサービスをお楽しみください。 Q&A に載っていないところで、個人的に気になったのは、課税面が不明なところです。この楽天ポイント利息は、金融サービスではないようなので、雑所得扱いになるのかなとは思ったんですが、このあたりはまた分かり次第シェアします。では、通常ポイントと期間限定ポイントの話が出てきたので、両者をさっとおさらいします。まず、通常ポイントについては、楽天カードの利用額1%還元なのでもらえますが、 使い道の制限はなく、楽天カード決済の利用額への支払いや、ポイント投資などにも充てられるので使いやすいです。今回の楽天ポイント利息も、こちらの通常ポイントのみ使えることになります。また、通常ポイントは、最後にポイントを獲得した月を含めた1年間が期限となりますが、その1年の間に、一度でも通常ポイントを新たに獲得すれば、有効期限は延長されるため、半永久的に続きます。 一方、期間限定ポイントは、SPU やお買い物マラソンなどのキャンペーンでもらえるポイントで、使える期限が決まっており、基本は付与された月の翌月末日となります。この期間限定ポイントの方が、すぐに期限が切れてしまい、また使い道もやや制限されているので、特に気をつける必要がありますが、キャンペーンでもらえるポイントは、 基本的に期間限定ポイントなので、通常ポイントは楽天カードの利用額1%還元なのでしかほぼもらえないため、そもそもあまり手に入らないことは知っておきましょう。そうしたら通常ポイントのおすすめの使い方も見ていきますが、これは大きく分けて3つあり、1、楽天カードの利用額をポイント払い、2、ポイント投資もしくは今回のポイント利息、3、 楽天ポイントカードや楽天ペイで日常の買い物にポイント払い。この中で今回は、丸一の楽天カードの利用額をポイント払いと、丸二のポイント投資、もしくは今回のポイント利息に注目してみています。 はい。通常ポイントは基本的に楽天カードへのポイント払いがおすすめ。この理由はシンプルで、例えば楽天カードを買い物なので、合計10万円使った時、通常ポイントが1万ポイントあれば、それを支払いに当てることができるので、現金で払う分は9万円になります。これがなんでおすすめかというと、 ポイントで支払う前の利用額に対して1%還元がもらえるため獲得ポイントは変わらず1000ポイントがもらえるからですこのように楽天カードの利用額をポイントで支払っても獲得ポイントは変わらないので人気が高いんです楽天カードを普段から使っていれば利用額は多少あるはずなのでポイントを消費しやすくていいかと思いますただし楽天カードの利用額がそこまで大きくない人なので 通常ポイントをすぐに使う予定がないのであれば、ポイント投資を考えるのもありだと思います。ポイント投資とはそうなを通り、投資信託や国内株式などに通常ポイントを投資できるサービスで、長期運用を前提とするなら、ポイント投資の方が利益は期待できるとは思います。ただし、それは相場にもよるので、ポイント投資とポイント利息、どっちがいいかは人によると言えるでしょう。じゃあ結論。 楽天ポイント利息は利用すべきかをお話しして終わりとします。基本的には通常ポイントは楽天カードの利用額に当てていくのがポイント還元としてはお得になります。ただし楽天カードの利用額がそこまで大きくない人なので通常ポイントをすぐに使う予定がないのであれば楽天ポイント利息の選択肢もありだとは思います。ただその際はポイント投資の選択肢もあるので 自分に合っている方を選ぶのが大事です。無理にポイント投資を選ぶ必要はないでしょう。通常ポイントを使って堅実に増やしてみたい人であれば楽天ポイント利息は検討の余地ありだと思うので、ぜひ検討をしてみてください。はい、では今日のまとめです。2021年10月よりスタートした楽天ポイント利息は、預けた通常ポイントに応じて、 年0.108%の利息がつく。預けたポイントが減ることはないが、期間限定ポイントは利用不可。1万ポイント預けたら、1年後に約10ポイントの獲得となるが、通常ポイントはそもそも、あまり手に入らないので、大規模な利用は難しい。通常ポイントをすぐに使う予定がなく、ポイント投資に回さず、堅実に増やしたい人であれば、 検討する価値はあると思うはい、こんなところですね。またわからないことがあれば、YouTube のコメント欄か Twitter、Instagram を DM から気軽に聞いてください。そして、この動画が役に立ったと思ったら、ぜひ、いいねを押すのを忘れないでください。よろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。バンカーアカデミーではお金に関する様々な動画を配信しています。役に立ったと思ったら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。